はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、朝日の、レッドアイという、まあ、いわゆる、発泡酒ですね。まあ、値段が120円ぐらい。開栓前に必ずお読みください。トマトの成分が沈殿しております。飲む前に、図のように静かに2、3回転してください。こんな感じ。こんな感じか。あんまり、あれするかな。冷やしてお飲みください。まあ、レッドアイっていうのは、まあ、俺以前飲みましたけど。まあ、いわゆるビールと、トマトジュース割りですね。トマトジュースのビール割りということです。トマト果汁 20%。しかも数量限定ってなってます。こちらを。飲んでいきたいと思います。さて。おー、まあ、トマト果汁 20% ということで。あー。ね。やっぱり、トマトの赤い色合いになってますね。それでは乾杯。あー。あ、すっげえトマトの味する。あ、すっげえトマトジュースの味がする。香りと味。うん。正直バカにしてたけど、20% だから結構入ってんな。結構入ってんな、これ。あ、すげえわ。あ、思った以上にトマトジュースっぽい。てか、ほとんどトマトジュースだ、これ。ビールの感覚がほぼねえ。もうね、半分トマトジュースどころか、20% 分トマトジュースって感じで、あんま入ってねえんじゃないかと思うけど、あのね、飲んでみると、ん?なんか、薄いトマトジュースだなっていう感覚はあるんですけど、これトマトジュースかビールかって言われたら確定でトマトジュースです。80% トマトジュースぐらい勢いですね。思った以上にかなり、なんか、すごい、トマトの味がめっちゃする。20% とは思えん。50% くらいある気がする。正直このレッドアイに関しては、あ、これもうネタですねっていうことで、ネタで買ったんですよ。あ、どうせレッドアイ自体俺はあんま好きじゃねえしなーと思って。こんなんだったら、あれ、トマトジュースだけ飲んだ方がいいわーって。思ってたんですけど、思った以上に、すんごいトマトジュースの味がするんで。うん。これびっくりだね。全く発泡酒の味がしないですね。もうトマトジュースの味しかしないです、これ。うん。かなりね、トマトジュースっていう、主張が激しい。トマトジュースの主張が半端ないです。もう、なんかここに細かく小さい字で書いてありますけど、厳しい品質基準を満たしたカゴメ社のトマト素材を使用しております。カゴメのトマトジュースを使ってるみたいですね。発泡酒。レッドアイ。麦芽使用率 25% 未満。あ、言ってなかった。アルコール度数が 3.5%。あー。
やっぱり結構低いですね。ああ、これ思った以上に美味しいわ。俺実は言うとトマトジュース大好きなんですけど。うん。トマトジュース大好きなだけに、やっぱり、トマトジュースプラスビールっていうのを混ぜると、やっぱりね、いろいろおかしくなるんですよ、ね。やっぱり。そうなったら単品で飲んだ方がいいわって感じ。まあ以前作った時、レッドアイ作った時そうだったんですよ。なんですが、まあ、案外ちょっとこれは、このアサヒのレッドアイは案外美味しいな。まあでもそれでもな、やっぱ、レッドアイは個人的にカクテルとして間違ってると思うね。トマトジュースですからね。うん。やっぱトマトジュースはトマトジュースでさ、飲みたいよね。むしろ俺の飲み方としては、生ビールを片手にトマトジュースで、その、トマトジュースを、まあ、つまみに、飲んだ方が絶対美味しいと思うんだ。うん、ちなみに、トマトジュースに関しては、無塩のやつよか、有塩のやつの方が絶対美味しいです。俺は。トマトジュースはね、無塩のやつは大嫌いですね。塩入ってないやつ。通常のトマトは、塩かけて食う人いますけど、俺は塩かけて食わない派なんですが、トマトジュースに関して言うと、無塩のやつはマジまずいです。まあ、いわゆる、ねえ、なんか、トマトをミキサーでジュワーやって、で、それを飲んでる感じがするんですよね。まあそれなんですけど、結局のところ。うん。そのままでトマトを食うんだったら、やっぱり食感とかがあるからいいんだけど、トマトジュースに関すると、まあいわゆる離乳食みたいな、そういう感覚がして、なんかね、まあだから、お粥ですね。例えるならば。お粥を塩をかけないで食うのと、塩かけないで食うの、どっちがいいかっていうと、確実に塩かけて食った方が絶対美味しいです。そういう観点から言って、やっぱトマトジュースはね、塩入ってないとダメですね。だから、やっぱトマトジュースはね、うん。トマトジュースとビールは、もう別々に飲むべきだな、と思います。うん。トマトジュースをね、やっぱり、その、つまみに、ビールを飲むというのが、美味しいんじゃない？もしくは、つまみにトマトの塩かけたやつ。まあ別に塩かけてなくてもいいけど。でももうつまみだからやっぱある程度しょっぱいの方がいいよね。うん。まあだから塩かけて食って、それをつまみに、ビールを飲む。というね。冷たいキンキンに冷やしたビールとキンキンに冷やしたトマト。ああ、いいですね。
だからやっぱこれを混ぜるのはちょっとね、ちょっと、なぁと。両方とも微妙な感じになっちゃってる。やっぱトマトジュースの、やっぱ濃厚な感じもやっぱ薄れてるし。うん。まあ、こちらに関してはまあ、確かにまずくはないけどな。うん。うまくもない。確かにまずくはないけど。でも思った以上にこれトマトの味しますね。非常に。まあでも果たしてこのレッドアイに関しては、ね、買う人いるかな？まあやっぱ数量限定でこれはもう、しといた方がいいですよ、これは。これに関しては。だって120円とかそんぐらい売って、ねえ、果たしてリピーターがいるかどうかですね、一回買って。これまた飲みたいかっていうと、やっぱそれだったら発泡酒買うわな。ああ。普通の発泡酒買うわ、それは。淡麗とかさ。もしくは第3のビール買うわな。第3のビールの澄み切りとかさ。普通それ買うよな。金麦とか。そんな感じですね。これは三つ星。三つ星。はい、それではご視聴ありがとうございました。